ハイチ帝国は1804年に独立したハイチが皇帝としてジャンジャック・デサリーヌをいただくことで成立した国家。皇帝ジャック一世フランスの植民地だったサンドマは激しい独立戦争の末に独立を達成した。1803年11月30日からサンドマの総督となっていた独立戦争の英雄ジャンジャック・デサリーヌは1804年1月1日に 古内部にて公式にサンドマの独立を宣言し、国名をハイチに改めた。また、自身は終身総督の地位についた。さらに、同年9月22日、テッサリーヌはフランス帝国皇帝のナポレオン一世に習って皇帝として即位し、ジャック一世を称した。1805年5月20日には帝国憲法が交付され、ジャック一世は、 後継者指名権を獲得した。権力掌握後のジャック一世は、植民地支配の報復として、白人を大量に殺害し、白人の持つ資産、土地を没収した。しかし、そんな皇帝の統治に不満を持つ北部の実力者、アンリ・クリストフと南部の実力者、アレクサンドル・ペションらの作望により、1806年10月17日、ジャック一世は反乱鎮圧に向かう。 途上のポンダルナージュで暗殺された。ジャック一世の死後、ハイチの国土は北部のハイチ国と南部のハイチ共和国に分裂した。ありがとうございます。